去年、えー、日本外交にとって本当に大変な年だったと思うんですね、えー、中国との尖閣問題これはねもう半端でない戦後68年の日本外交の中でこんなに大きな危機っていの,あの日本は直面したことなかったと思うんですね。で中国は尖閣は自分のものだという主張を持っているこれはまあ1971年に言い出したから基本的にはそうなんですね。あの日本ははその意見には賛成しない しかし中国がそういう意見を持つということはこれはまあ,ありうる話だと私は思うんですけれどもところがですね去年中国が何を始めたかというと自分の意見を証明するために自分の国の公の船えまあ日本で言えば海上保安庁の船これを尖閣の領海の中に定期的に組織的に送り込むことを始めたわけですね。 実力武力武を使ううとといこですよねで戦後の国連憲章の下でこれは許されないでそれに対してじゃあ日本はどうしたらいいかっていうとこれは抑止と対話ですね抑止というのは入ってきたものに対して叩き返す力を持つということこれはもう今後の日本の安全保障と外交にとって避けて通れない安倍政権はそのために今大きな一歩を踏み出していると思います私それは正しいと思います。もう一つは対話ですね 抑止だけ持って力だけ強めるとこれは必ず戦争になりますからそうじゃなくて対話外交交渉をするで外交交渉によって相手に対して何のためにこちらが力を持っているのかそれは戦争をするためじゃなくて平和をするためだということをきちっと説得するこれが安倍政権のこれからの大きな課題になると思います。で日本人はここの交渉にに失敗すするると戦争になるこれをですね 戦後の平和憲法の中で、そのすべての人がちょっと感がなくなっちゃってるんです。ですから、これからの日本はそこを大いにやっていかなくちゃいけないと思います。